昭和30年代に撮影された三鷹の風景です。緑と水の風景、市内には豊かな自然があふれていました。そしてその自然は今でも残されているのです。武蔵野に散歩する人は道に迷うことを苦にしてはならない。どの道でも足の向く方へ行けば必ずそこに見るべく聞くべく感ずべき獲物がある。東京都心から西に約20キロ、鮮やかな緑を点在させながら広がる三鷹市は市制施行50周年を迎えました。人口およそ16万5千人、高環境の住宅都市として発展してきました。三鷹市の南部を走る緑の絨毯、通称ハケと呼ばれる国分寺街線です。多摩川の浸食作用によって長い歳月をかけてできたハケからはいくつもの泉が湧き出しています。その清らかな流れが一つになって小川を作り、野の川、野川となりました。水が湧くことで木が育ち、木が育つことで水が湧く。古来からの自然循環が今も静かに続いています。野川の流れは、両岸に広がる野川公園とともに都会のオアシス。身近な自然と触れ合うことができます。あの黄色いのは山吹草です。野川公園の下流、大沢の里では満開のレンゲ畑でオカリナ、コカリナのコンサートが開かれていました。大沢の刷毛の上には国立天文台があります。約26万平方メートルに及ぶ校内、年輪を重ねた木々。
大沢の里では三鷹市に唯一残った水田で田植えが行われています。ホタルの里三鷹村による米作りです。すぐ近くには湧き水を利用したわさび田もあります。夏の野川公園には水遊びを楽しむ子どもたちの歓声が響きます。夏は自然の宝庫野川が特ににぎわう季節です。大沢の里では毎年7月にはホタル祭りが行われ、多くの人々が訪れます。ほら光ってるぞ、ほら。野川公園の北側にうっそうと茂るのは国際キリスト教大学の木立です。大学構内、竹下では清らかな水が湧き出し、命を育んでいます。6月に植えた稲が実りました。野川の水が育てた稲、昔は精米にも水の力を借りていました。武蔵野地域に残る唯一の営業用水車、新車です。野川公園では秋の装いが一段と濃くなっています。
季節ごとに様々な表情を見せる野川。自然が生き物であることを改めて感じさせてくれます。そしてまた春が訪れて